かなり数出てるんですよね、はい、これではまだ安定しないですよね。外のストレート空振り三振。八木は初回ジャイアンツ打線3人で抑えています。インコースのボール宮本掴んで二塁へ、そして一塁ダブルプレー、ランナーを出しますがジャイアンツこの回も0点に終わっています。ワンアウトではなかなかちょっとね動きにくいんですよ、はい、ここは打ち上げます。田中が回り込んで掴みました。スライディングしながらファールフライをキャッチ。ここは八木を盛り立てます。田中のプレー、これは救いますね。はい、ナイスプレーでした。先ほどもファーストファールフライの寺内でしたが、今度もスリーボールワンストライクから引っ張って、しかしここはショート川島慶三が掴んだ。ファインプレーでチームを救います。ジャイアンツこの回0点に終わっています。フルカウントから引っ張った当たり痛烈、ミリッチ下がりながらジャンピングキャッチ。今度はミリッチ、あ、ヤギもこの笑顔。いやもうね、もう見ててね、怖い配球なんですよここは。はい、ね、フルカウントからねインサイド要求でしょ。でこれヤギからしたらね歩かしたくはない、そうなった時にね、じゃあインサイドギリギリに投げ、ゼロ更新が続く試合展開。6回の表この一打レフトへ、ミリッチ掴んでバックホームはタッチはどうだ、間に合った、ミリッチがチームを救います。6回の表ジャイアンツチャンスを生かすことができませんでした。ノーアウトランナーを出したこの7回の表ですが、さあここをしのげればというところ。マウンド上は八木、内による右方向いい当たり、松本はスタートを切っている、バレンティン取れない、松本3塁を蹴った、先制点はジャイアンツ。8番スタメンマスク加藤の打球、ライトバレンティン取ることができず、ジャイアンツ1点を先制。ここで加藤が仕事をしてみせました。今取れましたよね、どうですか。見てみましょう、バレンティンジャンプしてグローブに当たっていますね。ちょっと合ってないですよね、ジャンプのタイミングもね。ここまでしのぎ続けた八木、7回の表ついに均衡が破れました。今シーズン初スタメンの加藤の一打、まあ、ツーベースですけども、はい、我々レベルで言うとエラーって言われてもしょうがないかなっていうね、そういう守備でしたね。まあ、ここまでバックがね、その八木を盛り立てるプレーを続けてきましたが、あの追いかけ方もバレンティンちょっと途中でもう余裕持ってましたからね、ちょっとの足をね、はい、緩めて合わせてましたからね、打球に、まあ、もう取れるなという判断をしてたと思うんですよね。8回の表ヤクルトの攻撃に移ります。今これ頭を抱えているのはバレンティンです。集中力を高めているのか、それとも先ほど自らのプレーを悔いているのか。
この回このバレンティンに打席が回ります。8回の裏、ジャイアンツマウンドには3番手マッソンが上がっています。ここまで10試合に登板して防御率は 0.96。 センターへ抜ける、同点のランナーが出ました。8回の裏、東京ヤクルトスワローズ、ワンアウトからミレッチがセンター前、さあランナー一塁となってヤクルトバッターボックスには4番のバレンティン。ここまで4本のホームラン、うち3本が逆転というバレンティン。昨日この神宮球場で飛ばした逆転のスリーランホームラン、再現なるか期待が高まる神宮球場。まあ、そして加藤さんはやはり先ほどのプレーもあったバレンティン、なんとかね、ちょっと返してほしいっていうところですよね。素晴らしいピッチングを続けた八木に、さあ得点というプレゼントを送ることができるか。初球から打った、右中間伸びる伸びる伸びる、入りました。なんとバレンティン2日連続の逆転ホームラン、大きな大きな逆転ツーランホームラン、そこが知れません。この男、東京ヤクルトスワローズの4番バレンティンの逆転ホームランで2対1。8回の裏、ヤクルト逆転に成功しています。いや、田尾さん、いや、あの抜けたなと思いましたけど、はい、まさか入るとは思わなかったですよね。弾道一直線、あんなに飛んでたんですね。今日ですね、バレンティン選手にちょうど逆転ホームランは普通のホームランと違いますかというお話を聞いてたんですけれども、はい、どんなホームランでも気持ちいいんだけれど、あの、まあ、昨日のような逆転打は打席に入る前にここでなんとか打ってやろうという気持ちに普通の場面よりもなるそうなんですね。なのでやはり打てると最高に気持ちがいいとおっしゃっていたので、また今日もですからね。あのベンチで頭をこうやってやってたのは、はい、あれ多分集中力高めてたんでしょうね。だったんですかね、多分そうだと思いますよ。さあ今日の大一番、代打石井義人、マウンド上は山本、それぞれ進んで2アウト3塁2塁。高いバウンド、宮本掴んでここは1塁へ送りました。さあ2アウトまでこぎつけて、宇都宮とそして八木両先発の表情、大きなプレッシャーを感じている場面です。打ち上げた打球掴んで3アウト、東京ヤクルトスワローズ2対1逆転勝利を収めました。そして今シーズン初の5連勝、さらにジャイアンツに対してこのカード3連勝、前のカードのリベンジを見事果たしました。2対1、見事な逆転勝利を収めました。